今度は金遣いです。よく間違う金遣いにこういうのがありますね。こちらに遠いと書いてますが、遠いと読むのか遠いと読むのか、これは皆さん知ってますね。遠いです。その時大を書くのか大を書くのか、どちらですか。次、大きいはどちらですか。大きいか大きいか。さあ、氷は冬に水が凍るあの氷、氷ですか氷ですか。それから数が多い少ないの多いは多いですか多いですか。狼はどちらですか。狼か狼か。一つ二つ三つ九つ等いうときは等王ですか等ですか。さあ、人が通っているは通るか通るか。コオロギはコオロギですかコウロギですか。はあ、ここはウですね。コオロギですか。それとも次、ほっぺたのこと、ほうですかほうですか。炎ですか炎ですか。ぼーっと燃える焚き火の炎は炎か炎か。それからこの上をかぶせる場合に覆うと言いますね。その時覆うですか覆うと書くんでしょうか。さあ、どちらでしょう。今言った言葉は全部とおとなりますね。とおとこほというふうに引っ張るとおと言葉が出るのをおれつ調音と言います。あいうえおのあの字知ってますね。一番下の段を見持つとあいうえおのおかきくけこのこさしせそのそとありますね。あの一番下の字は王公相当の方も王老をと言ってますが、これをおれつと言います。で全部とうとかそうとか引っ張りますと王が出てきます。この言葉をおれつ調音と言うんですよ。このおれつ調音は普通皆さんは校長先生とか弟とかみんなうを書くでしょ。ところがその場合にね、おと書くのが実はこれぐらいしかないんです。このおれつ調音は普通このぐらいしかないんですね。ですからこれは全部正しいのは全部ここおと書くのが正しいんですよ。で、あの遠いと書かないでこう覚えてください。遠いとね。これは大きいはこうおです。全部ここはおと書くんです。で覚えやすくねするためにこれを全部ちょっと覚えやすい言葉にまとめます。これだけがおれつ調音では「お」と書くんだよ。あとのおれつ調音は全部「う」と書く。幸福だったら「幸う」「福」、それから相談だったら「相う」「談」というふうにみんな「う」を書くんですね。ところが「お」と書くのはここに大体書いてあるぐらいしかないいうことを覚えておいてください。こう覚えたら覚えやすいです。遠くの大きな氷の上を、この時の「は」こちらの和行の「お」ですね。「おくの」と覚えましょう。「おくの」、次「おおかみ」ですね。「おくのおおかみ」と「ずつ」はどっちだったかな。そう「数に点々」じゃないね。「数に点々」ですよ。「とずつ」通ると、こういう具合に覚えると覚えやすいでしょ。それからこちらコオロギ、コオロギのほっぺた方ですね。コオロギの方をこちらの今度は大角の方を炎で、炎で熱いね、炎で覆うと、こういう具合に覚えると、あ、これの他はもうあまりうと書くのはないんだなと。あと一つか二つあります、例えば公、それぞれの県が建てた高等学校のことを県立高校を言いますね。ああいうのは公の団体が建てたとか、そういうのを公立学校と言いますね。まあそのぐらいで、あとはもうほとんどみんなうと書きます。じゃあこれで読んで覚えてみましょう。こういうおれつ調音の仮名遣いはどうするかということで、ここをおれつ、列車の列ですよ。おれつ調音、はい、の書き方ですね。さあ、これで皆さんで覚えておきましょう。四五編繰り返しますとちゃんと覚えられますからね。じゃあ読んでみましょう。
遠くの大きな、遠くの大きな氷の上を、多くの狼、頭ずつ通る、コオロギの方を、炎で覆う。だいたいこのように覚えておくと、オレツ長音は、ほとんど全部はウーと書くんだと。ほとんどね。これは、ウーと書かないのは、だいたいこのぐらいしかないんだ、いうことを覚えておいてください。この区別はどこでついたかいうと、昔々、ずっと前ですよ。昔は、大井とか遠いを、東方位、王方位、王方キーと書いていて、方と書いてたな、ものだけを、今、王と書くようになった。そういうことなので、ちょっと皆さんには覚えにくいので、このように丸暗記しておいてくださいね。先ほど、オレツ長音しましたね。オレツ長音は普通はウーと書く。王と書くのは先ほど書いたほんの少しだけだということを覚えましたね。今度はね、エレツ長音の勉強です。日本語ではエレツ長音が多いんですよ。ちょっと見てください。衛星、人工衛星が飛んでいるとか、衛星に気をつけましょうとか言うね。警察とか、整理整頓、丁寧に字を書きましょうの丁寧とか、とか平気だよとか、今平成何年とか言いますね。平成とか、命令を出したとかいう、こういう A のつく音だのに長く引っ張る音は全部と言っていいほどいい書くんです。先生もそうですね。よく先生のことを先生いう子がありますが、あれは間違いです。先生ですよ。これも警察も警察、整頓とは言わない。警察、整頓、丁寧と言います。丁寧を丁寧と言っては間違った言い方ですね。日本語では全部エレツ長音というのはこれだけあります。えけせてねへめれ、これだけあるんですね。それからまだげぜでべというのがありますが、そういうのを引っ張るとエレツ長音言います。これは普通は全部エレツ長音がみんな E を書くんですね。ところが書かないのがこれだけあるということを覚えておいてください。そうですねっていうのはありますね。そうなんですよ。ねえ、あなたそうでしょうという時のねえね。それからお姉さんという時のねえね。これはエレツ長音ですが、いいとは書かない。それからそうですね、あかんべーってよくやりますね。あかんべーというやつ、これはと書きます。もう一つありますよ。へえ、たったそれだけという場合のへえです。これはイを書いてはいけません。イ書くのはへいって、なんか返事をするときですね。へえってちょっと踊るときにはへえと書きます。ですから、お姉さんと書いたらダメですよ。お姉さん、お姉えと書くんですね。これだけをエレツ長音ではへえを書くのはこれだけあるんだよということを覚えておいてくださいね。